理学療法学科。理学療法士は身体に障害を抱えた患者さんなどに対し、関節可動域の改善や筋力トレーニングなどの運動療法を行って身体機能の改善を促す専門職です。理学療法学科では幅広い教養や解剖学、生理学など基礎教育を重視しつつ、学内での実習、病院実習を経験。専門家として十分な医療知識と治療技術を持つ理学療法士を育成するのはもちろん、医療人としての知性と感性のほか、患者さんに温かく接する態度やコミュニケーション技術についても学ぶことができます。